川端です。よろしくお願いします。今回は2024年立教新座高校のねサイコロと二次方程式の確率のね問題をね解説していきたいというふうに思います。サイコロ3回振って出た目をね、ABC とするわけですけど、ここは ABC となってますね。その2つの解がマイナス2とマイナス3となってる確率を求めろということですが、まずはですね、x イコールマイナス2、マイナス3をそれぞれ代入して、ABC の関係式を求めていきたいというふうに思います。まずマイナス2を代入すると、a かけるカッコマイナス2の2乗。マイナス2の2乗が4ですから、4a-2b プラス c イコール0になりますね。また x イコールマイナス3が成り立つので、マイナス3代入して、a かけるカッコマイナス3の2乗。つまり 9a ですね。9a-3b プラス c イコール0が成り立ちます。で、この2つの式が成り立ちますが、ここからですね、c を消去することができますね。これ引き算してあげて、マイナス 5a プラス b イコール0。すなわち b イコール 5a という式が成り立ちます。で、ここで b イコール 5a ということですから、これサイコロの目っていうのは1から6の目。つまり A、B も1から6の目なんですね。で、例えば A が2の時、5×2 で10ですが、サイコロの目が10になることはありえません。ということを考えると、これ A が1で B が5。それ以外考えられないってことになりますね。A が2以上だったら B は10以上になってしまいますね。5×2 で10なのでね。なので、サイコロの目は6以下なので、A が1、B が5以外考えられないよと。そうすると、A が1で B が5だったら、この上の式、下の式、まあどちらでもいいんですけど、A に1、B に5を代入するとですね、上の式に代入したら、4-10+C=0。したがって、C=6 ということになりますね。ちなみにね、こちらの式に a イコール1、b イコール5を代入したとしても、同じようにですね、c イコール6という式が出てきます。そうしたらですね、これ a が1、b が5、c が6以外ないということなんですね。ということで、この1通りしかないということです。ということで、今サイコロ3回振りますので、分母は、a の目が1から、1から6、B も1から6、C も1から6、つまり 6×6×6 分の1通り。なので答えは216分の1という具合に出るわけです。はい。続いて別解ですが、解から二次方程式を作るというやり方でもできます。今、解がマイナス2とマイナス3となるような二次方程式を作りたかったら、因数分解したときに、カッコ x たす2、カッコ x たす3イコール0という具合になりますよね。これを解いたらマイナス2とマイナス3です。で、これを展開して、x2 乗たす2たす3で5、x2×3 でプラス6イコール0という具合になります。で、ここで、まあ、この x2 乗たす 5x たす6イコール0という形以外にも、解がマイナス2とマイナス3になる場合があるんですが、それはですね、例えばこれを2倍したものとかね、2倍した 2x2 乗たす 10x たす12イコール0とかね、これはね、2で割れば逆に言うとこうなりますから、ちょっと解がマイナス2とマイナス3と出てきますよね。で、ただ、これサイコロの目っていうのは1から6なので、この ABC も1から6、まあ、先ほど言いましたけどね、1から6なので、これ10とか12が出てくることはありえないですね。B が10とか C が12とかありえないです。なので、結局これをね、何とか倍したとしても、このここの数がですね、6より大きい数が出てきてしまうので、結局この二次方程式以外、ありえないと。そうすると、ここ X 乗の係数が1なので、A が1、B が5、C が6以外ありえないので、やはり1通りで、216分の1という具合に答えが出るというわけです。分かったかな？2024年のね、入試問題、今後もね、解説していきますのでね、受験生の皆様、
またね、塾関係の方とかですね、ぜひ問題持ってる方ですね、私の方にですね、直接 DM でね、写真撮って送っていただけると、入試問題解説動画上げられるのでね、ぜひご協力お願いしたいというふうに思います。またね、オンラインの家庭教師、募集してますのでね、興味ある方はですね、ホームページの方から LINE の方ですね、友達追加していただいて、私にね、メッセージいただければというふうに思います。以上で解説を終わります。では。